おはよう。おはようございます。いや、ついにフィンランドを出る時がやってきてしまって悲しいね。まあ、これからまだあのヘルシンキに移動するんですけどね。ね、たっぷり2週間。ご両親ね、あそこ奥に見えるのが部屋ですね。ね、すごいなんか集合住宅の一室をお借りしてね、とってもいい、快適だったね。できたね。いや、2週間あっという間だったね、フィンランドね。まあずっと入れちゃうけどね快適さから言ったら、快適さと景色の美しさから言ったらね、まあまあまあ。今日は移動です。移動です。久しぶりの、まずヘルシンキまで行って、ヘルシンキまで、そう、行きに来た時と同じでまた電車に乗って行って、で、あ、船で、船だね。船でスウェーデンのストックホルムまで行きますと。頑張ろう。はい、一泊しますね。頑張るぞ。戻ってまいりました。じゃあ電車だね、こっから。こっからヘルシンキまで2時間電車です。はい、頑張ろう。何これ、気をつけて。雨がすごい。久しぶりの雨じゃない？ね、小雨でよかったね。地面見る結構雨。ゲットしましたよ。ちょっと本名映ってるから映ってないけど、はいはい、後ろに見えるのがチェックイン機から。自動チェックイン機で、スキャン、QR コードスキャンしたらすぐ、あの本名とか、あと船室番号、撮ってる部屋の番号も印字されたのが来た。あと Wi-Fi 番号も書いてある、うん、すごい。すげえ、めっちゃ人多いな。もう乗れるの？3時半から乗れるっていう。あそこに並んでる人たちはじゃあそれ待ち、うん、だよね。すげえでけえなあ。
でかハロー、かわいい。めっちゃいい洗剤じゃない？行きますか。あ、出た。これあの子ちゃん。さっき。本当だ。すごい洗剤。綺麗。だって船の中にインフォメーションがあるよ。本当だ。行こう。じゃあとりあえず部屋行こうか。ね。あ、これが。おお。いいじゃない？広い。これをこうやれば。あ、そういうことね。はい。いいんじゃないでしょうか。いいんじゃないでしょうか。ちょっと一回お貸してもらって。思ったより広い。ね。一番下のクラスだけど、うん、思ったより広い、うん、まあむしろ個室がある時点でびっくりだから雑魚なかったもん。シャワーまである、すごい。そう、これでも最安だからね。逆に言うと個室以外はないんで、なんていうかその雑魚寝でいいですとか思ってないんだ。いやー、もうコーラしか飲めませんよ。この間エストニアからフィンランド来る時の船はスタバがあったりバーガーキングがあったり、ね、そのまあ庶民的な品揃えもあったよ、ね、あったんですけど、ここないね。この船は高級レストランしかない、しかなくて、それを除くと今私たちがいるここのね超軽食屋さんみたいなところしかない。水が 500ml で450円。高い。高いよ。超久々にコーラを飲んだ、ね、もうコーラとかさ、あのキットカットじゃねえや、スニッカーズを食べるとさ、中央アジアの一緒に思い出されてくる。やばいよな、トラウマみたいな。やっぱり命の危機を感じた時にスニッカー食べてきたからさ。そうだよね、もう死にかけみたいな、熱中症手前みたいな。熱中症になるって時にスニッカーズをかじってたから、あのスニッカーズはあんまり積極的に食べたくないよね。そうだよね、懐かしくなる。なんか私ね、コーラもなんかこの前家族に電話した時に、あのコーラ飲みすぎてないかみたいな心配をかけてしまったんだけど、コーラが飲みたくてコーラを飲んでいるかっていうとそういうわけではないんですよ。そうね、あの水を高い値段で買うのは尺、はい、お酒飲むほどじゃないし、お酒は高いってなったらコーラかっていう。そうね、特に中アジアはね、お酒そんな外で気軽に飲めないし。そうそうそう、懐かしい思い出のコーラ。思い出ですね。はい、じゃあ我々の今日の晩ご飯。はい、いや、いいんです、かなり贅沢じゃない、はい、大きいよね。食べ物食べるのが久しぶり。まず確かに健康なご飯作ってたから。まあビュッフェとはいかないですけど贅沢しましょう。
かわいい。これ持ってます、私、こちらのアニメっ子カップ。 15% オフなんて、これが全貌だね。そして私たちのは車とかが積んであるさらに下の最下層、沈没したら真っ先に死ぬやつ、こわっち演技でもない。絶対助かるぞ。